こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴァンパイアサバイバーズ、久しぶりに始めていきたいと思います。ということで、久しぶりにローグライブ系、弾よけ、弾幕系、弾よけアクションですね。ヴァンパイアサバイバーズ。やっていきたいと思います。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウント、フォロー、チャットコメント、ライブ視聴ぜひお願いします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは2日後、20日、21時に、YouTube、アップ予定です。YouTube のアドレスはツイッチのチャット欄に記載してます。アクセスしていただいて、チャンネル登録、動画の高評価などいただければ幸いです。YouTube Today's This Live Archive Up Today's After チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、ツイッチのアドレス、こちらもツイッチター、続いてツイッターです。ツイッチのチャット欄にこちらもアドレス記載してますので、ぜひアクセスの上、アカウントフォロー、いいねお願いします。ツイッタープリーズアクセス&アカウントフォロー&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。まあ、これ、フルにもう、呪い以外は上げてますんで、やれることはもうないです。スタートです。なんだこれ、ランダム。ランダムっていうのがあるんだ。ちょっとやっぱり新鮮な気持ちでやっていくか。大量に敵を倒すと、動かす。オーバーヒーリング。このでかい、この当たり判定でかいやつは上級者向けですね。メイヤちゃん。頑張っていきますか？これなんだ？あ、なるほど。プレイしてる面を、クリアしてる面かな？これレダーでプレイしてることあるんで。いろいろあります。ホスカリコ。ホスカリコは、これ、チャレンジング？スペシャル。複雑な要素ゼロのシンプルな冒険を、楽しみたい人に最適。やっぱり、ちょっと、やっぱり、元祖にも、戻りましょう。なんだこれ？なんかかっこいい。進化するやつはガイド。これだ。進化用のガイドです。かっこいいな。夏とかすごい。あれ？ああ、取れてないやん。レベルアップです。無知。
売ってくれます。トロッコってこれ武器になるんだよな。あ、いや、トロッコ買います。なんかこれ、おらおらおら、やっぱりトロッコすごいな。魔法の杖、いや懐かしいな。きっかけはですね、ある好きな VTuber がバンサバ やってたことなんですよね。あー、くそ、宝箱じゃなかった。もちろん聖書。ちょっとうるさいですね、すいません。ちょっと待ってくださいね。日本には四季があるから。500円で売っているゲームです。左右があって、ほうれん草があって、まあ取りに行かんでいいよな。で、ガイドってどうやって表示するんだ。魔導書か。トロッコは進化できるやつってあったっけ。トロッコはないんだ、進化できるやつは。ハート、ハート、ん、ハートって、何もないよな、ハートって。あ、ちょっと待った、上行こう。おらおらおら、結構食らってる。白紙でスクールダウン、まあ、向上します。進化できるものを選びます。お、あ、なんだ、急に加速した。あ、その上に、上に行けばいいんだ。結構聖書も強い。早い、なんかスピードアップしてない？あ、終わった。デッキか、終了。無敵じゃなくてもなかなか強いですね。え、トロッコって進化するんじゃなかったっけ？
トロッコって進化トロッコって見たことあるんだけど、気のせいだったっけ。進化しなくても強いけどね。けん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 。聖書ですね。パワーアップ。かっこいいな。雑談を受け付けます。あ、また無敵機関だ。無敵キング、もうちょっと。あ、ここもパワーアップできんだ。ろうそくとあれだ、ほうれん草でパワーアップできんだ。飛び出せヒーロー。これ無知の選択がパワーアップされましたね。で、この中でほうれん草は炎の杖だし、ろうそくは斧なんで、あ、残り枠一つしかないのか。どっちかを進化させれば、まあ、なんとかなるなる。あ、終わった。無敵期間は終了です。あれ？運がいいやつ。十字架だな。ほうれん草どっかにあったと思う。ほうれん草、あ、右下だ。右下行きましょう、次は。用はないんだよ。お、フィーバー。いや、5フィーバーです。すごい、お金も1000以上もらいました。魔法の杖レベル2、命の器。ダースアップ。斧。あ、ダメだ、斧だ。ろうそくの方が良かった。あの、ろうそくじゃない、炎の杖の方が良かった。ちなみに斧はろうそくか、まあどっちでもいいや。ってことは、ほうれん草を取りに行ってもしゃあないんだ。あ、いや、しゃあないことはない。ほうれん草だから別に取りに行っても構わない。ろうそくは自力で飛ばないとあかんけど、硬いですね。ほうれん草はちょっと東、
今レベル12か。思ったほどはレベル上がらないな。ザ・ワールド。下がりながら取ると確率ですね。でここでろうそくをゲット。もうちょっとだ、ほうれん草まで。引き寄せですね。無知。またザ・ワールドが登場。キラギスは1回だけ孵化するやつか。引き寄せっているんだっけ。引き寄せは聖水か。聖水だからいらない。無知。聖書。炎。無敵になった。その名は、その名は無敵キング。無敵終わり。ちょっと右にある。これはまあ取ればいいんですけど、もうちょっと待ちましょう。テキング。あ、命をとはとか。でも。おお、またフィーバー。これでおそらく、さっき、あの、瞬間、集中が進化できるはず。あ、できてない。瞬間集中。運次第なのか、これ。いや、でも、沿ってるよね。瞬間集中。沿ってる、揃ってる。だから進化できるはず。なんか、他に条件がいるのかな。まあ、何も進化してない。
カマキリだ。うまい。これを取れる。もう進化してくれるでしょう。ついでした。あれ？嘘？なんか別の条件がいるのかな？あー、なんでだろう。何か、それだけじゃない。いや、揃ってんだけどな、3つ。あ、もしかしたらもう1レベル足りないとか？ほな、パワーアップするよね。10分を経過しました。聖書。聖書進化できるよね。ああ、取らないとダメなんだ。え、何？あ、なんか選ぶ。選べるんだ。無敵キング11分の壁ですね。炎か。あ、副社初登場だが、どうしよう。いるものがあれ一つと、全部埋まってるからもう指輪取ってもいいのかな。まあ、なるべくならあれを。じゃない。でかいなぁ。お、あれですね。斧を、進化斧。まだ無敵イング期間だよな。
無テキング期間終わった。さあちょっともしかしたら処理遅れとか絵が汚くなるかもしれません。ご了承ください。ようやく出た風魔の書、これを待っていた俺は。助けてかな。クールダウン。トロッコ。おお、無敵の段々、無敵になる間隔が短くなってますね。これ取っちゃダメ。ほうれん草、どっちでもいいけどね。無敵期間。特にトロッコの進化はないね。本当に綺麗だな。と取りたいのは複写の輪のみです。バック。さあこれね、なんか進化するんじゃないの。進化聖書です。すごいな、花に強いトロッコは。46か、今16分経過。ノックバック、ノックバック。ああ、ダメだ。
け。焼き尽くせ。結構この焼き尽くすやつ、炎こファイヤーは長く続きますからね、効果は。あ、終わったんだ。あ、と思った。次は無敵期間が。進化無知です。あ、そうだ、無知はヒットポイントを吸収してくれるんで回復がなくても大丈夫です。何すかね。あ、ザ・ワールド、なんだ、無敵期間終了。この杖もだいぶ来ましたね。でも副車が欲しい、最後には。なんでこれ進化できないんだろう。なんか進化するのに他に条件がいるってことなんだろうか。ろうそくか。早くあれが欲しいな。
お、杖。で、杖のレベルはいくらだ？あ、次が進化ですね。クシャノは何これ、もう常時お金ってなんだ、無敵キング期間だ。いや、スキップでいいです。今は。見えにくい。ハートはどこだ？ハートマークはまだあった。ミュージックトマトジャパン。左、運が上がるやつ。クローバー、今さ取っても意味ないけどね。なんででもこれ進化できないんだろう。なんか別に条件がいるんかな。三つと取ってんだけどな。これ進化杖です。4連パワーアップしたことになりますね。まあ見えないですけど、多分まあ突破しちゃうと思います。
かに宝箱取りに行こう。なんだこれ。おお、春夏秋冬ついに進化。よっぽど運が良くないと進化できないのか。なんか怖い。ナビですね。あれだ。クローバーです。クローバーは十字架塔があれば進化できるけど、多分十字架取れないでしょう。え、まだ進化できるやつはもうないよね。あと5分、4分ちょっと。いや、トロッコも地味に突破力に貢献してますね。これ？なんかムチにも2種類あるんですね。いいことあるぞ、ミスタードーナツ。あれ、今なんか進化しようとするやつが消えちゃった？引き寄せだ。あれ？なんだこれ？進化しない？
あ、わかった。もしかしたら他の進化するやつが全部進化しないともう進化できないな。あれ、お金とかの回復のあれとかもうもらえなくなるんだ。これが。まあ、残り1分じゃ間に合わないだろうな。あ、スピードアップ。あれ、このまま無敵キングのまま。30分に突入したらどうなんだ。まあ終わっちゃいましたけどね。30分達成です。お、なんかいろいろ、お、なんだ、シュートっていう新キャラクターが登場ですね。こいつは？なんだ？隠された夜の剣でスタートする。ベースとなる武器が進化すると、より強力なバージョンへと進化する。でも、すっかり来い。今回も同じような、いや、トロッコはいいです。何このドリルって。え、ちなみにドリルのパワーアップはわからん。ルントレ。あ、おっと、夜の剣だ。夜の剣はなんかあんのかな。夜の剣はまだ何がパワーアップできるのかわからない。
ったのかな。あ、これ青ムチだ。やってみよう。青ムチは赤ムチとセットで何かに進化しますので、初挑戦ですね。この場合両方ともレベルが上位に行かないと無理なのかな。なんか地味に当たってますが、レベルが上がってないからな、しんどいよね。あら、しばらくは動かずにやっぱりレベル上げていかないといけないです。鎧は、ルントレを進化させます。さあ、上のを取らなくてもいいよな。でも本当に、まあ、真っ平らだよな。ずっとなんかカーペットで覆われてるような面だ。まあ、その分強いだろうな。さあ、よっぽど強くなってからチャレンジしないと、厳しいってことですよね。まあ、結構やられてる。よいしょ。とりあえず自分の周りをまず守ってから。あ、無敵か。何を取ったんだ今。あ、ナイフだ。ナイフを取っちゃったんだ。
ナイフはちなみに弾速上げるやつでパワーアップ。赤いやつは強化されてます。この器のやつってなんかパワーアップするんだっけ。なほうれん草と急にパワーアップした。おら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 。急に煽るし。あ、ダメだ。何これ。通常鞭を手に入れないとダメなんだ。終わった。ちょっとやられてるよ。弾幕系であることを意識してプレイしないといけません。あ、食らってるやん。見えにくい。すごい見えにくくて。しかも進化しないから追いつかないですね。猫は気まぐれではダメ。そんなに食らわなかった。あ、結構なんだこれ。急に食らって死にそうになった。いや、聖書取ってんだけど。あ、パワーアップ。無敵キング。
いや、それは取ってはダメなんだ、今は。これだ。取りましたね。ああ、無敵期間終了。ああ、結構食らう。やばい。早い。一回復活はできるんですけどね。回復も追いつかない。赤、死んだ。でも一回だけ復活できます。全然こういう時肉加工できないし。あ、ミデキング、お、フィーバーです。しかも5列フィーバーですよ。速とオレスを早く取ってしまわないといけません。ねえこいつ、ルントレ、フーマ、なんか、なんでダメージ食らってんだ？あー、あいつ、あいつだ。あいつが原因だ。いつか逃げないとダメなんだ。でも、追いつかなかった。試してみましょう。
だよな。そう。エイトとフィエラワンセットです。すごい速いんだ、スピードが。何こいつ。ダメージは少なそうだけどな、表向きの。ザ・ワールド。あれ、この辺の系統って効かないんだ。バラバラだけどな。待って、何が ある。羽って何と組み合わせれるんだ。羽は何とも組み合わせられないんだ。逃げたい時逃げられないんだ。ボスだ。月桂樹は組み合わせないものはない。なんだこいつ。段数が1増か。ちなみに剣は、なるほど、早く取っときたいな。あ、風魔の書だ、当然王徳。
ものはまだわからないんだな。妖精は何もない。聖水はあるけど、進化できるんだっけ？進化できるのはまだな。そんなに食らってない。打たれ強い。これそれとも今のうちだけ当たっても全然ゲージが減らないんだが、ってことはモス級だけ警戒しとけばいいのかな。あ、まあさすがに減り出したけど、3つ。なんだろう、指輪、夜の召喚、聖書は3ですね。これだっけ？あ、これはルントレイだ。そのルントレパワーアップ、でももう6つなんで最後です。ボスボスボス、くしゃー。
ょっと楽になったか。副車を取ったっていうのもあるけど。お、指輪が進化です。今3つだな、サブ兵器が。ああ、ルントレか。早いやつだ。早いやつはちょっと油断できないし、攻撃力も結構ありますからね。ルントレパワーアップできるよな。ルートリアパワーアップ可能。ただやっぱり聖書パワーアップした方がいいです。現時点ではノックバックもありますしね。あ、吸っちゃった。あ、これパワーアップできるんだ。かな。ナイフか。じゃあいらない。キラギスがな、あったあった、嬉しいよ。と危ない。これで聖書も、ああスキップ。クローバーないですよね。十字架なんで。キラギス以外はあんまり意味がない。引き寄せも関係ないですからね。聖書聖水がないと。聖水がないんですよね。これがどう結構影響しそう。カマキリだ。なんだこのパワーアップは。夜の召喚がパワーアップ。キャラクターの真下にダメージゾーンが発生する。
なんか、しかも、なんか動きもスピードアップした？ダメージは食らうから無敵ではない。ほうれん草は炎を持ってないから、意味はない。なんかすごそう。もうちょっとなんですけどね。11分経過。ヒラギスがまだだ。ヒラギスがまだなんですよね。せいか、せはいらん。ヒラギス来た。ルントレだ。
多分これ何これ もし1個取るとして何を取ればいいかですね。卑怯性は消しちゃったんだよな、選択肢から。このほうれん草は消してないかな。炎かな。中入られてきてる。ボスキャラどこにいるんだ。宝箱もないし。これはボスキャラだったっけ。いや違うよな。あ違うこともないかも。いやなかなか硬いんでボスキャラっぽいな。進化聖書。器は何がある。無知は取ってはいけなくなったな、これで。え、何？ん？一旦スキップ。炎を杖取るしかない。回復大事だからな。ニンニクと何かでパワーアップするみたいな。
に寄せ、もう ボスキャラどっかにいないのか。クローバーよ、まあクローバーだな、次やるとして消すとしたら。なんか取らないといけない。その時に何を取るのがいいのか。ルントレは炎を取ってるから炎の杖取るやろう。だから何かボスキャラどっかにいないんだ。上行こう。おお、これであとは
20分を経過している。なかなか強いかも。来ました、ついに。拳銃が、これで1個あのメイン武器枠が空きます。ここでこれか。流れが変わった。いや、でも無理なんだよな。一応パワーアップできない？できない。ねえ、ろうそくもないんでね。まだ上がる。
なんだろう。まだまだ距離がある。まだ多分フルで走っても来るはずに行けるはず。闇の地下は持ち主マール。あともう取るものがないな。じゃあもうこれ30分待つしかないや。誰か通った。あと3分。
赤のあれがだんだん増えてきましたね。赤ばっかりになってきた。オーブが。あと1分ちょっと。あ、ロボ入ってこられてます。入ってこられてるやん、ロボに。あ、結構厳しいかも。最後ロボ残り30秒とかその辺ですが、ロボに入ってこられてます。なんかどんどん体当たりを食らう。15秒。あ、結構2回食らった。なくなった。ギリギリ1回だけ復活。拾うだけ拾っときましょう。あ、まだ復活できる。まあ無理ですけどね。あ、まだ復活できる。これで終わりかな。なんかまた報酬がいろいろ得て、和服姿の女性がいる。あ、和服姿の女性だ。懐かしの。進行方向ごとに今回聖水を用意しましょう。レジェンド・オブ・マナーどうなんだろう。マナーは分からん。ちなみに引き寄せを手に入れる人なんか進化するみたいです。ろうそくだよな。そう、ろうそくをしっかり取っていく。
と、うん、引き寄せか。ちなみに養老剣は何で進化するかわからない。でやってみましょう。聖書が俺は聖水で行くぜ、今回は聖水と引き寄せで行くぜ。今レベル7ですね。ナイフは弾速か、そんなに欲しくない。しゃか。
者が聞くのは指輪と脳みたいなやつ。これろうそくを装備。ろうそくはね、これがあった効くんですよ。水水ですね。水水レベル5。ん？ホレンソ取っとこう。引き止めオーブ来ましたね。これで引き止めオーブで聖水が強化聖水になります。嬉しくないかも。電車？でもこれもいるな、結局は。お、あ、春夏秋冬だ。スーモだ。
さん、どんどんあのキャラクター解放していってますからね。炎の杖が欲しい。あ、危ない。進化聖水？進化聖水です。これで1ラインできました。聖水の上を歩いていくとダメージがなんか軽減され。ダメージはあんまり食らわなくて済むらしい。移動するとしても、え、何だったっけ、魔法の杖って、ああ、あと炎だから炎を取らないと意味がないんだ。攻撃は多分の刀は何を取ればいいのかがまだ分かってない。あと欲しいのはルントレでもいいし、強制ですね。ナイフは？ああ、そっか、ナイフ消そう。選択肢か。
んだけどな。これ多分最後のプレイになると思います、本日。お、進化斧ですね。怖い。夜の剣がいよいよありましたが、一体何を得れば パップできるのか。お、なんだ？急に。何だっけ、ルントレか。
迷うな。あと、お、来た、炎の杖。これで通常兵器枠は全部埋まってしまいました。リロールってできるんだ。徹底してギリギリまで使っちゃいましょう。こういう風にして OK です。春夏秋冬進化。日本には四季があるからねと言ってます。日本じゃなくても四季はある。あとはこの刀がちょっとわからないってとこか。
眠くなってきたよ。なんだこれ、ミラージュローブを進化したもの。ミラージュローブってなんだ。あ、服だ。服が進化したんだ。何を選択した？分からん。あ、なんか下にランダムのなんか要素が出てきてる。行ってみよう。リロールできるやつ。お、炎のパワーアップです。おお、三つフィーバーですね。
これで、あ、5列パワーアップしてるや。4列じゃなくて。握手会が激しい。激しい握手会。なんかプラス1になった。なんだろう。やばいな。
やばいな、なんか突っ込まれる恐れはあるな。ちなみに今構成は見えにくい。しかもすごい眠たくなってきた。何これ、早い、動きが早いや。あ、やばいやばい、近づいてきてる、近づいてきてる。あー、ダメだ。もちろん復活しますが、16秒。あー、でも終了でした。あー、惜しかった最後は。何でしょうね、スイッチのハンドルネームを有効にして、スイッチモードを有効にするってなんだ。ちょっとやってみましょう。何のこの X って。ベッキー？あ、俺は。あれか。なんだ？決まう？
まあ、お、まあ、ひとまず、これもまだまともにやってないかな。レダーでもやりたいですね。当たり判定でかい反面、やりがいはありますからね。はい、ということで、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitch のアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画は2日後、20日21時頃に、YouTube にアップいたします。YouTube のアドレスはツイッチのチャット欄に記載します。ぜひ、アクセスお願いします。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。This live upload my YouTube account 2 days after YouTube my account my channel live movie watch movie and チャンネルサブスクライブの&グッドボタンプリーズ。またツイッターもやっております。ツイッチのチャット欄にアドレス記載してます。アクセスしていただきまして、チャンネル、アカウントフォロー、いいねを押していただければと思います。ツイッターアカウント、ビジットアンドアカウントフォロー&グッドボタンプリーズ。ヴァンパイアサバイバーズ遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。